ランブのメロディは、シドの楽曲。道具ループメジャー8枚目、通算19枚目のシングルとして2010年12月1日に、キュンレコードから発売された。初回限定版、A、B と通常版の3つの仕様でリリースされ、初回限定版2種には2010年7月31日に、埼玉スーパーアリーナで行われた、シドサマーフェスタ2010、埼玉スーパーライブの模様と、 ツアー、一番好きな場所2010の密着映像がそれぞれ収録されている。通常版には特典としてオリジナル描き下ろしブリーチ、キャラクターカレンダー封入が封入されている。ジャケットイラストは初回限定版 A が和紙、初回限定版 B が狼、通常版が虎をあしらったものになっている。その他、初回限定版 A のブリーチやナザージャケットバージョン A には、 死神サイドの黒崎一護、朽木るキア、くつきロろなり、ひつがやとうしろ、あさぎこいつに、初回限定版 B の、ブリーチアナザージャケットバージョン B には、仮面の軍勢の平子ま子、相変わらたけし、やどうまる、りさ、猿巻ひよざと、ひさしみ大鳥はしろう、十郎、無ぐるまけんにし、うわきらでんちげんが描かれたりめジャケットが、封入されている。 プロモーション映像では映像の随所にカポエーラによる格闘技の演武を挿入セットに本物のバッファローの骨を使用しておりタイムストレッチでの撮影にも挑戦しているまた PV 内のマオの足だけが映るシーンと同じ構成の映像が東京ドーム公演のオープニング映像に採用されている前作詞マオラップのメロディ3時53分暖炉 3時21分、細い声、5時14分、シドサマーフェスタ2010ライブ、映像一番好きな場所2010、未公開映像バージョン、A、シドサマーフェスタ2010ライブ、映像一番好きな場所2010未公開映像バージョン、B ランブのメロディダンロ、ありがとうございます。